グレン、俺の身代わりになるなんて。じい様、お願いです。モックンを助けてください。言われんでもやれることはやっておる。マサヒロ、少しは落ち着いたらどうじゃ。そんなこと言ったって。セイメ、トーダのためにお前が無理をすることはない。放っておいたらどうだ。セイリュウ、いくらなんでもそんな言い方はないだろ。モックンは俺を守ってくれたんだ。ならなおさらだ。マサヒロ、大丈夫だ。このくらいでくたばるやつではないさ。ホーチンの言葉にはわしも大いに賛同したいところだが、どうやら予断を許さぬ状況のようだ。セメ、それはどういうことだ。正気を完全に取り除くことができぬ。おそらく領機の攻撃を受けた際に強力な呪詛に侵されたのじゃ。このままだとどうなるんですか。もし呪詛を解くことができなければ、グレンの体を正気が蝕み続け、そのまま死に至らしめるじゃろう。爺様の術でどうにかならないんですか。今のところ領機を倒すほか策はない。それもそれまでグレンの体が持てばの話じゃが。あとどれくらい時間が。この様子ではあと2日というところかの。そんな、ロックじい様、ゴーマの剣はいつ頃届くんですか。3日かかると言っておったが、もう2日経っておるな。天空にもっと急いでもらうことはできないんですか。言われなくてもせいでおるとは思うのだが、状況も状況だからの、もう少しだけせかしてみるか。それには及ばないわ。タイン、伝言よ。今宵新しいゴーマの剣が完成するそうよ。本当か。本当だってば。これでどうにか間に合うといいわね。戦は機を見て行うもの。領機の力はあの旧機よりも強い。ここはゴーマの剣を待つのだ、マサヒロ。マサヒロ、辛いかもしれないが、今は耐える時だ。分かってる。安心しろ。十二神将最強の名は伊達じゃないさ。マサヒロ、領機、今度こそ倒してやる。マサヒロ。あ、リクゴ、どうした。いや、お前のことが気になってな。様子を見に来ただけだ。そうか。全然ダメだよ。気持ちが焦っちゃって何をしてても身が入らないんだ。なんだか落ち着かない。やっぱりあと2日以内に領機を倒さなければならないっていうのが相当な重圧になっているみたいだ。ああ、理解できる。も
ともとさっさと決着をつけてやるつもりだったけど、期限を切られると焦るものだね。今夜ゴーマの剣も届く。心配するな、お前ならやれる。うん、絶対に倒さなきゃならないんだ。焦りはするけど迷いはないよ。そうか。アキコ、何してるの？香を焚いているのよ。へえ、いい香りだね。あら、落ち葉だわ。部屋にまで入ってきてる。邪魔だし片付けよ。部屋中落ち葉だらけになったらアキコも嫌だろ。そうかしら。このくらいなら風情があって素敵だと思うわ。うん、それならもう少しこのままにしておこうか。なあ、ショーランや。ダメだ、お前が何と言おうが断る。取り付く島もないな。爺様、何事ですか？あの、爺様。おお、マサヒロ、聞いてくれるか？黙っていろ、生命。そいつに余計なことを言うな。やれやれ、困ったものだな。いつもこんな感じだけど、こんな会話に耐えられる爺様ってやっぱりすごいのかな。この気配は白虎。マサヒロか。どうした？通りかかっただけなんだけど。瞑想中だったんだろ、邪魔しちゃったかな。いや、構わん。そっか、ならよかった。そういえば白虎ってよく瞑想してるけど、それで何か分かったりするのか？瞑想して心を研ぎ澄ませると風の声がよく聞こえる。何かが分かるというより風の声を聞いて知ることもある。そういったところだな。まあ単に好きだということも大きいがな。なるほど、なんとなく納得。白虎の風って穏やかで他の風と一体化するような感じだもんね。逆に何もかもをなぎ倒す荒々しい風は他院の得意とするところだな。やっぱりどこか性格が出るものなのかな。そうかもしれん。我らの通力はいわば心の力。性格に大きく左右されても不思議ではない。なるほど。ところで正宏。え、何？ついでだ、お前も瞑想してみるか。霊力を高める修行にはなると思うぞ。うん、今日はやめとく。もう夜だからちょっと寒いし。修行というのは過酷な状況で行う方が効果は高いのだぞ。でも効果が現れる前に風邪をひいちゃいそうだよ。まあ我らに暑い寒いは関係ないが、
お前は人間だからな。真冬に滝に打たれて荒行する人とか、あれでよく平気だなって思うよ。わざと自分を過酷な環境に追いやることも、新しい力を得るためには必要なことなのだろう。ごめん、次は昼間のうちに誘ってよ。わかった。マサヒロ、どうした？廊下をうろうろして。いや、なんでもないよ。じれる気持ちはわかるがな、時が熟すのを待つことも重要だぞ。とは言ったものの、かくいう俺も一刻も早く敵を倒したくてうずうずしているんだがな。なんだ、スザクモか。だが、焦ってばかりいても仕方がない。今は普段通りに行動しつつ、戦いに備えておくべきだ。例えば、勉強するとか。そうだな。もしくは、敵の情報を仕入れたりするのもいいだろう。また塗り込みにでもこもってこようかな。まだまだだな。まだまだって何が？ああ、マサヒロ。いや、お前じゃない、スザクだ。先ほどまであいつと少し手合わせをしていたんだが。こんな時に？こんな時だからこそさ。まだって、そのスザクのこと？俺から見たら、スザクってものすごく強いと思うんだけど。まあな。しかし、私にとってはまだ物足りない。コーチンって、すごいんだね。トーダの様子は、やはり芳しくないようだな。まだ休んでるよ。早く元通りにしてやりたいけど。コーチンか、守備はどうじゃ？安心しろ、天空がどうにか間に合わせてくれた。これだ。これが新しいゴーマの剣か。ありがとう、コーチン。礼には及ばない。私は剣を届けただけだ。これがあれば両機とも戦えるな。そのことについてだが、伝えておかなければならないことがある。何？天空からのことづてだが、十分な時間が取れなかった分、以前の剣よりも力が劣るということらしい。状況だからそれは仕方がない。問題はその分をどう補うかだな。何せ今度の相手は9機以上の力を持っているのだから。何か手はあるのか？高尾の神の力を借りられないかな。剣に力を込めてもらうんだ。それは明暗だな。力を貸してくださればの話じゃが。マサヒロ、この前も助けてもらったばかりなのだろう。大丈夫なのか？多分大丈夫だと思う。行ってみる価値はありそうだな。まずは貴船に行ってからだ。すぐに出発しよう。俺も一緒に行こう。念のためじゃ。コーチン、お前も同行してくれぬか？分かった。ではじい様、行ってきます。頼んだぞ、マサヒロ。急ごう、貴船は遠いから車の助けを呼ぶよ。
その前に客が来たようだ。客？また会ったな、ゴーシ。お前は、本羽。天馬の片割れか。両貴様の命令で様子を見に来たのだが、勝ち合ってしまった以上、ただで帰るわけにはいかんな。待て！俺はお前に話したいことがある。エツエのことだ。エツエ？あの裏切り者がどうかしたか？エツエは、お前が両貴に操られていると言った。妹を殺された憎悪の念につけ込まれ、魂を呪縛されていると。裏切り者の言うことなどどうでもいい。俺は両貴様の命令に従うだけだ。両貴はお前の妹ユキの仇じゃないか。目を覚ませ。ユキ。そうだ、エツエが言っていた。両家に殺されたお前の妹の名だろう。虚言をどうすな。もはや語る言葉を持たず覚悟しろ、ホウシ。ホウ。想像以上に両家の呪縛が強いようだ。そう簡単に解けそうにないな。耳を貸さない以上仕方あるまい。蹴散らすぞ。やるしかないのか。どうやったら傀儡の術を解くことができるんだ。どうするにせよ、まずはおとなしくさせることだ。ああ、話はそれからだな。ここはまず相手の様子を見よう。くたばれ！って向かってきた。インビシカラカラ縛りソワカン。まさか防がれるとは。なんとか防いだか。一気に決めてやる。また来るのか。返り討ちにしてやる。リクゴ、槍で攻撃だ。行くよリクゴ。分かっている。うわー、うわー、これでもう奴は建前。俺はまだ負けていない。まだ戦おうという闘志は立派だが終わりだ。本は まだだ、コウジ。俺はまだやれるぞ。油断するな、マサヒロ。うん、この分からずや。ダメよ、マサヒロ。あの人をこれ以上傷つけては。アキコ、何をしてるんだ。マサヒロ、これを、この匂い袋を。匂い袋？そうか、エツエが正気を取り戻したきっかけになったのもアキコの匂い袋だ。このキャラの香りは、ユキ。我が封印を解く匂いとなるもの、逃しはせん。リョウキ、私を喰らっても無駄よ。二人を操っても必ず私が目覚めさせる。そしてお前は滅ぶわ。
ひゆき！俺は一体何を。どうやら正気に戻ったようだな。よかった。俺マサヒロ、どうする？仕方がない。貴船に行くのは一旦中止だ。とりあえず本を連れて屋敷に戻ろう。時間が惜しいが、仕方あるまい。マサヒロ、本羽の様子は？もっくん、そんな体で何やってるんだ。もう起き上がってもいいのか？起き上がるくらいなら大丈夫だ。と言っても本調子には程遠いがな。まったく、安静にせよというわしの言うことも聞かず、仕方のないやつじゃ。このくらい多めに見ろ。宝羽のことが少し気になってな。今のところ命に別状はないけど、かなり衰弱している。多分傀儡の術の影響だと思う。あの猟奇の術だからな。本、気がついたか。俺は一体猟奇の傀儡の術で操られていたんだ。越衛と同じように。越衛、そうか、そうだったな。クソ、なんてことだ。とにかく正気に戻ってよかった。越衛もそれを望んでいた。あいつは、越衛はどうなった？死んだよ。あの時最後の力で俺たちを脱出させて、その後すぐにな。そうか、雪に続いて越衛まで。正気に戻るのが少し遅かったようだ。自分が不甲斐ない。越衛も、そしてお前も、亜希子の匂い袋がきっかけで正気に戻った。これには何か訳があるのか？雪の術だ。猟奇に殺されたというお前の妹か？越衛に聞いたのか。そうだ、俺の妹ユキは猟奇になぶり殺しにされた。その時憎悪の念につけ込まれて、俺と越衛が猟奇の傀儡に陥るのを予想したのだろう。なるほど、天馬の最後の力を使って猟奇の術を解くための鍵をお主らの中に仕込んだというわけじゃな。その通りだ。それがキャラの香り。ああ、ユキもキャラが好きだった。ユキは全て知っていたのかもしれん。俺と越衛がお前たちに出会うことも。俺たちに？猟奇を倒しに行くのだろう、奉仕。ああ、ならば俺も同行させてくれ。この手でユキと、そして越衛の仇を討ちたい。その体では無理じゃ。それにわしらには時間がない。モックは猟奇の呪詛に侵されているんだ。明日の朝までに奴を倒さなければモックの命が危うくなる。マサヒロ、猟奇の呪詛。俺たちは今晩には出発するつもりだ。貴船の最新に剣に力を込めていただいた後、そのまま大文字山に向かうつもりだ。残念だが、その体では連れていけない。むしろ足でまといか。
正直に言う。そうだ、本当ならこんな言い方はしたくないんだけど、状況が状況だからはっきりさせておきたい。俺たちは少数精鋭で吸収しようと思ってる。万が一こっちの動きを猟奇に蹴取られて策を弄されると厄介だから。そうか、分かった。ならば俺はお前たちの武運を祈っていよう。待て正弘、今の話俺は聞いていないぞ。その中に俺は入っているんだろうな。入ってないよ。俺の他には陸号とコーチン、それから朱雀だけだ。ふざけるな。俺がいなくて誰がお前を守ると言うんだ。もっくん、無理をするでないくれ。こうして起き上がっているだけでかなりの負担がかかっているはずじゃぞ。もっくん、こんな体で連れていけるわけないだろう。心配するなんて。俺は猟奇を倒して無事に帰ってくるよ。そうじゃないともっくんも助からないからね。マサヒロ、you